で、えっと、早速ですね、色を使って面白いことをします。ここでは色を活用して情報を追加するというのをやります。具体的な課題としては、売り上げの季節変動をここで見ましたね。で、その季節変動は、顧客区分の間で差があるかどうか。それを見るためには、 それぞれの顧客区分を違う色で表して同じチャートの上で重ねると一目瞭然ですね。このチャートを作るためにセールスマンスを複製してまあお好きな名前でいいんですけど例えばセールスマンスセグメントと名付けてください。ダッシュボードとかチャートワークブックを作り上げていく中でですね あのシートの再利用というのは頻繁に行います、はい。なので、シートを複製して名前変更、この操作はあの慣れておいた方がいいんですね、はいでえーと。今回はディメンションにある顧客区分を表すセグメントを使用します。3つのセグメントがあります。コンシューマーとホームオフィスとコーポレートがあります。 一般消費者と、えっ、ー、と、ホームオフィス、あの、えっ、ー、と、個人事業ですね。あと、企業。はい。この3つのセグメントがあります。さて、ここで、マークの色を使うと、軸を増やさずに、つまり、えっ、ー、と、顧客区分ごとに、もう一つのチャートを作るっていうことをしなくてもよいけど、同時に、 いろんな区分の売り上げを同時に見ることができますじゃあ操作としてはセグメントをデータペンから引っ張ってきてマークカードのこの部分に置いてください。で次にここにちょっと不思議な4つの点が並んでいる形状があるんですがこれをクリックするとプールダウンメニューが現れて ここで色を選んでください。この操作を行う前に、すべての顧客区分が同じ色で表示されています。どれがどれだかわからないんですね。色を選んだ後にどうなるかというと、最初はタブロー側がデフォルトに決めた色ではありますが、3つの区分がそれぞれ違う色で、 表示されるようになりました、ね、でここに載っているセグメントの隣の、えー、と元はこの不思議な4つの,あの丸から成り立っているマークですが今は色マークになっています。でさらに判例は自動的に右側に現れます。はい、これを見るとですね2018年の1年の中で 全体的にコンシューマーは売り上げ高くてで、えー、とコーポレートとホームオフィスは季節変動がどちらかというと似てるんですがコンシューマーは変動のパターンがその2つとやや違うというのが分かりますね。ここまでできましたでしょうかはいこの 顧客セグメントによって色分けされた折冷線グラフの上に今度は他の項目もフィルターに付け加えてみてください単にあの遊んでみてそのフィルターの機能を観察するためですね例えばカテゴリーとかリージョンを加えるでカテゴリーをまあ何でもいいんですが一旦ファーニチャー家具に絞るとか地 地域をイーストに絞るとか。で、えっ、ー、と、そうすることによって、まだこのグラフに変化があるっていうのを観察できます。はい、今一度やってみてください。最後にですね、えっ、ー、と、まあ、もう一度、その先ほどのフィルターをあの一旦あの取り消しして、で、あの、 この色分けされている折れ線グラフのところから出発してでそれを複製してセセルススマンングメントバーと名付けてくださいでここでは何をお伝えしたいかっていうと棒グラフへの表示の切り替え方です。